情報機関が異例の口出し閉塞感募る中国,経済国家安全部による中国経済衰退論批判から読み解く2023年12月15日中国政府の中で外国情報の収集やスパイ摘発などの仕事を担当している国家安全部が WeChat を通じて 中国経済に関するネガティブな言論を厳しく批判するメッセージを発信し、エコノミストたちを震え上がらせた。国家安全機関は経済安保の防壁を決然と構築すると題された文章は、次のような厳しい口調で中国経済衰退論を批判する。中国経済の衰退を意図した陳腐な言い回しが繰り返し現れているが、 その本質は、嘘のストーリーをでっち上げることで、人々を中国が衰退するという誤謬に陥れ、中国の特色ある社会主義制度と道を攻撃して否定し、中国を戦略的に袋叩きにしようと妄想するものである。しかし、事実は、おのずから明らかになるし、嘘はことさらに暴かなくてもおのずからばれるものだ。発展と安全は、 一つのものの両翼であり二つの駆動輪である質の高い発展と高レベルの安全の両方を推進すべきであるしかし一部の悪意ある連中は3年間のコロナ禍や地政学的な衝突が世界経済にもたらした傷や悪影響を都合よく忘却し西側諸国が中国に対してデカップリングを仕掛けて中国を抑えつけようとしていることも無視し まるで泥棒が、他の人を泥棒呼ばわりするかのごとく、中国は安全を発展より優先しているとか、外資を排除しているとか、民間企業を圧迫しているといったありもしない嘘を言い立て、陳腐な中国脅威論を煽り立て、安全と発展の間にありもしない矛盾を作り出して煽っている。しかし、その真の目的は、市場の予想を混乱させ、 中国経済の好転を妨げるることにある中央経済工作会議における習近平の講和との比較諜報活動や反諜報活動にあたる政府機関からこれほど厳しい口調のメッセージが発信された背景には何があったのだろうか。 実はこのメッセージが出される数日前に、習近平総書記をはじめとする中国共産党最高指導部のお歴歴が参加して、翌年に向けての経済政策を話し合う中央経済工作会議が開催されたが、そこでの習近平の講話の中に次のような一節があった。質の高い発展と高レベルの安全との間の好循環を作り出さねばならない。 質の高い発展によって高レベルの安全を促進し、高レベルの安全によって質の高い発展を保障すべきだ。経済に関するプロパガンダと世論の誘導に力を入れ、中国経済巧妙論を盛り立てるべきだ。国家安全部の恐るべき口調 前述の国家安全部のメッセージが習近平の講和を受けていることは明らかである。ただ、習近平があくまで前向きに語っているのに対して、国家安全部は全てをひっくり返して後ろ向きに語っている。つまり、習近平は発展と安全の間に好循環を作ろうと言ったのに対して、国家安全部は発展と安全の間に矛盾などないのだ。 両者が矛盾する可能性を指摘する奴には悪意があると言い、習近平は中国経済巧妙論を盛り立てようと言ったのに対して国家安全部は中国経済衰退論を言う奴は嘘つきだという。中国の新聞で保守的な学者や評論家が口汚い口調で何らかの論調や傾向を攻撃している文章を見ることは珍しいことではないが、今回は政府機関、 それもスパイ摘発にあたる政府機関がそんな口調の文章を発信したことにそら恐ろしいものを感じる。一部の業種における外資参入の制限や2021年に特に厳しかった民間企業に対する圧迫は私自身もいろいろなところで指摘してきた。こうした外資への制限や民間企業への圧迫を強めると 経済の衰退を招きかねないという懸念には多くのエコノミストが同調するであろう。しかし国家安全部の言い方ではそうした指摘をする者は敵の回し者だということになる。目下の中国の言論を取り巻く環境が非常に厳しいことを今回の国家安全部の文章は知らしめたし、 これからは中国のエコノミストたちが国家安全部に摘発されるリスクに怯えながら物を書いていることを意識しなければならない。国家安全部のメッセージは、太平洋戦争中に日本が負ける可能性を示唆するような言論が厳しく取り締まられたことを想起させる。言論を封殺しなければならないほど中国経済の状況が悪いのではないかという疑念をかえって掻き立てる。 中国経済の行き詰まり2024年1月17日に2023年の GDP 成長率が5.2%だったと発表された5%前後という年初に立てられた成長率の目標を達成したことになる最近会った何人かの中国人学者からそんなに成長したなんて信じられますかと聞かれた 私は中国経済の状況が悪いという判断そのものには同意するのだが5.2%という数字が嘘だという見立てには同意できない私は中国の GDP 成長率が疑わしいと思った時に国家統計局がほぼ同時に発表する他の数字との整合性を見ることにしている GDP を構成するのは第一次産業 農業や牧畜業など、第二次産業、高工業と建設業、第三次産業、サービス業だが、このうち特に農業と高工業に関しては、中国の計画経済時代からのレガシーがあって、統計が豊富に存在する。低迷する不動産業。 2023年の第一次産業の成長率は4.1%、第二次産業の成長率は4.7%、第三次産業の成長率は5.8%で、ここまでは経済全体の成長率5.2%との阻害はない。第二次産業に属する様々な産業を見ると、まず発電量が前年より5.2%伸びているし、 自動車生産台数は9.3%増加し、中でも新エネルギー自動車の生産台数は30.3%増加した。また、移動電話の端末の生産台数は6.9%増加し、太陽電池に至っては前年より54%も増えている。一方、素行の生産量は横ばい0.0%だったが、 鋼材は5.2%増加した。つまり、高工,工業の主要業種は、おおむね高い成長を遂げており、第二次産業の成長率が4.7%より低かったとは思えないのである。第一次産業についても同様の検証を行うことができるが、ここでも4.1%伸びたことを疑わせるようなデータはない。 第三次産業の5.8%という数字についても同じように検証できれば良いのだが残念ながらサービス業に関する数字は高工業に比べて極端に少なくて検証はできないただ一般に中国の第三次産業の成長率は第二次産業とかなり連動して動くので5.8%伸びたというのは第二次産業の伸びからして不思議ではない 低迷する不動産業、深まるデフレ懸念。では、中国経済に漂う不況感は一体どこから来ているのだろうか。その最大の要因は不動産業の低迷である。2023年の不動産への投資額は、前年から9.6%減少し、不動産の販売面積も8.5%減少した。 不動産投資と販売の減少は2022年から2年連続でありそこが見えない落ち込みである対外貿易も低調で2023年の輸出は前年に比べて0.6%の伸び輸入は0.3%の減少だった物価もデフレの方向に動いており 消費者物価指数は2023年の年間では0.2%上昇だったが2023年12月には前年同期比マイナス0.3%生産者物価指数は年間ではマイナス3.0%だったこうしたもろもろの数字から中国経済の供給サイドは元気なのだが需要が内需外需ともそれに追いつかない状況だということが見て取れる。 こうした場合には過剰な生産能力や供給を減らすか、または需要増加を刺激することによって供給と需要をバランスさせるべきだが次に見る失業問題を考えると前者よりも後者を選ぶ方が望ましい。失業者とは働きたいという意思と能力を持ちながらも就業できない人を指す。 そうした人々が大勢いるような状況では、経済の規模を拡大して、より多くの人々が就業できるようにした方が望ましい。東アジアではめったに見ない高失業。中国の都市部の失業率は、下の図に見るように2021年以来5%を少し上回るあたりで推移しており、特に上昇している様子はないが、 5%という水準はやはり高いと言えよう中国では特に農村からの出稼ぎ労働者が景気悪化の際に解雇されやすく景気変動の影響を受けやすいと考えられる2023年12月時点での農村からの出稼ぎ労働者の失業率は4.3%で都市全体の平均より低いが 出稼ぎ労働者は職を失った際に失業者として都市に留まるよりも田舎に帰ってしまうことが多いと思われる。その場合には都市部の失業者にはカウントされない。出稼ぎ労働者の失業率4.3%を構成するのは失業した人々のうち都市部に失業者として滞留している人たちということになるので、これは決して低い数字ではない。日本のマスコミでは、 中国の若者の失業問題が注目されている。確かに図に示したように2023年4月から6月には16歳から24歳の若年層の失業率が20%を上回っていた。